日本ヒューレット・パッカード合同会社はエンタープライズ製品の製造、販売、ソリューションサービスの提供を主とする日本のコンピュータ関連企業。2015年に親会社であるヒューレット・パッカードが分社2つの HP インクとヒューレット・パッカードエンタープライズとして誕生したことに伴い現在、ハップでは IT コンサルティングサービス、ハードウェア事業を行っている。 PC プリンティング事業は2015年8月1日に株式会社日本 HP へ分割しヒッピーの日本法人となる。横川 HP 時代のロゴが意思企業であるが輸送コストや輸送時における衝撃、振動による故障トラブルの軽減のためにサーバーに関しては秋島工場で生産しておりメイドイン東京のラベルが製品に付けられている。 元は1999年に旧コンパックが秋きるの市にて国内生産を開始し、HP との合併後に秋島市へトラインを移している。BTO、CTO をする2つのビジネスモデルを持つ。前者は代理店経由での販売方法が主、後社は直販が主となる。2002年に、 個人向け PC の店頭販売から撤退していたが、2008年5月から再開している。横川電機との合弁会社で創業した関係で、ラグビー部の強化が図られ、全国社会人、ラグビー大会への出場もある。また、元社員には、ラグビー日本代表やラグビー協会役員もいた。特に、早稲田大学ラグビー部で首相及び監督として、 日本一を獲得した木本健治が有名。横実験がわそいの江東区大島の本社ビル日本、ヒューレットパッカード級小木久保事業所が入っていた、インテグラルタワー、大林級日本 DEC 本社で、二度の合併を経て、日本 HP の小木久保事業所となった。同事業所は2011年7月1日に、新本社ビルへの集約移転に伴い閉鎖された。ありがとうございます。